三宅島が噴火して今年で10年、島民が島に戻ってきて5年になります。島では今日、帰島5周年のイベントが行われました。三宅島帰島5周年記念イベント、待ちに待った皆さんが続々と集まっています。噴火から10年、島はまだ噴煙を上げています。ハロー三宅島と銘打ったこのイベントは、山本寛斎さんのプロデュースで行われました。都民が心待ちにしていたのは、三宅島復興を願った五木ひろしさんの歌です。泣いてしまいました。都庁のことを思い出して、避難している時のことを思い出して。